してもらってるんでって言うんですよ。あやちゃんメイクしてる。メイクしなくても可愛いからね。しなくてもいいと思うんですけど、一応ね、IT ジャーナリストだからね。OK ですか？このビザは IT ジャーナリストの、あやのちゃんです。エンガゼットとかでも最近動画配信を始めてる噂のビザです。よろしくお願いします。ちょっと深圳に最近出張に行ってきて、あ、面白いね、ガジェット買ったっていうんで持ってきてもらいました。じゃ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 、まずこれ、これね、超やばいんですよ。あの美肌カメラ、そうですね、自撮り最強スマホです。カメラに映ってる顔はそもそも綺麗なんだよね。そうだから撮ってる時すごいテンションが上がるんですよ。ちょっとやろうか。やりましょう。あのメイツというのはビューティープラスとかメイクアッププラスでアプリを開発してる中国の企業なんですけども、まさか私が中国のアンドロイドを買うとはね。 iPhone じゃなくてね。そうなんですよ。ちょっと起動してみたいと思います。じゃじゃん、じゃん。これがもう、これで分かります。あ、これちょっと分かるかな。もうもうほら、このほっぺたとかに肌がつるんとして、この目のキラキラはこれだと映らないよね。あ、映るか。見て、少女漫画みたいに目がキラキラです。私もアラフォーとは思えないこう肌の、で画面を見ると、見て、目が超キラキラしてる。やばいね。私も欲しい。ぜひ。でも中国にしか売ってないんだよね。そうです。これ深圳で見たんですけど、うんうん、なんか深圳で売ってるバージョンは、うん、Google Play が入らないんですよ。あ、だから香港か台湾で買ってる。香港バージョンなんですけど、おー、まあ、そうすればあの Google Play が入るで、アプリも入れられる。へー、欲しいね。これ欲しい。こう世のインスタ女子みんな欲しがるんじゃない。で、なんかあの私は山根博士に言われて、うん、まあ、本当にその通りだなと思って。 iPhone は iPhone ですごいいいんですよ。うん、これバランスが取れてるからね。そう、これね、確かに問題ないけど、やっぱりインカメラがちょっといけれないの分かる。うん、なんか ね、あの現実を映しすぎてるんですよ。はいはいはい、はい、いらない、ね、現実に忠実すぎて夢を見たい。そう、これ、まあ、インカメラも最近ね、HD 良くなりましたけど、やっぱりちょっとビューティープラスとかアップで加工しないといけないけど、このカメラすごいね、そのままさ。そう、これね、綺麗に映るだけじゃなくて、でまあ、綺麗に映る理由は、なぜならインカメラが2100万画素、ほう、外と一緒。あ、そんなスマホって日本に売ってます。いや、もう自撮りのことだけを考えて作られた。もう自撮り専用スマホすごいよねって考えられているので、うん、もうビューティープラスがビルトインされているので、どの写真撮ってももうビューティープラスが綺麗綺麗、必ずかかるっていう、婚活に最強の味方で、しかも結構広角なんですよね。だから、うん、そうだよね、こうやってやって自撮り棒なしで2人入る、うん、うん、いいという感じで、この自撮り専用のカメラじゃないや、スマートフォンと、もう一個面白いのがマイク付き自撮り棒だそうです。でここに iPhone をつけて、でそのまま喋るとここから音が取れるっていう感じなんだよねこれはね、あの実は日本で買ったんですけど、これね、自撮り棒なんですけど、自撮り棒でありながらマイクがついていて、そのマイクを持って喋るといかにもジャーナリスト前として喋れるっていう。このね、棒は見えないんですよ、動画には。これさっきのね、自撮り最強カメラをつけると、ここで動画撮れば美肌のまま、このままですね、あの動画も撮れると。この組み合わせって今までなかったんじゃない。もう最強だと思います。これみんななんか美人ジャーナリストになれる。お肌ツルツルで、これでね、もうね、スッピンで出てもね、でもこれで売っていこうよ、あやちゃん。これでいいですかね。もう自撮り美人 IT ジャーナリストっていう感じでもうこれ照明もついてるし、素晴らしい、欲しい。で実際映るとこういうね、棒が見えないからこんな感じになるんだよね。 OK、うん、IT ジャーナリスト綾乃でした。じゃあ準備はどんな、ちょっと今日はうちのオフィスを撮影場所としてお貸しして、雑誌の撮影をしてました。あのタレントの大西由香ちゃんです。多分ね、乃木坂女社長ピチキョを見てる層は、それアラフォーってことで、アラフォー世代が多いから
えってなるような気がする。よろしくお願いします。私はアラフィフです。相変わらずずっと可愛い。そうで、この鬼しゅうかちゃんがインタビューされる側になって、こっちの柚木ひろみさんがインタビューする側になって、フリックっていう雑誌のムックを作ってました。また詳しい情報などお伝えするんで、ぜひぜひ読んであげてくださいね。でもキラキラ、こっちはあやのんがこのなんか自撮り美人カメラを一生懸命ゆずちゃんに説明しています。それがのメイトゥーってやつ。そうですね、こんだけ別品が目の前に並ぶとね、ちょっと壮観というか、まあ、画面が華やかになっていいですね。